じゃあ、肩に立ちひん。立ちひん。よろしくお願いします。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。大荷物。大荷物やな、本当に。めっちゃ重たい。めっちゃ荷物が多い。近いっすね。駅からすぐそこ。駅からすぐそこ。アリーナだぜ。いいね。気合入ってきた。受付行きましょう。受付行きましょう。はい。はい、皆さんこんにちは、吉木先生です。とうとうやってきました、ジャパンオープンマスターズ大会。今日は会場連1日目ということで、しっかりと、準備をして会場の感覚を確かめていきたいと思います。まあいつも通り準備運動は長いんですけど、この日はねちょっと会場入りするのが予定よりも1時間ほど遅くなっちゃって、時間間に合うかなっていう感じだったんですけど、まあ、準備は念入りにそこから練習をしていきました。練習間に合うのかというのも今日のところでちょっと見てください。まあ、柔軟をね長くたくさんやって体をね慣らしていっています。やっぱりシニアの試合と違ってマスターズはなんかちょっと和気あいあいとしてる感じが会場練習からもしましたね。やっぱりシニアの試合はね、みんな顔がちょっとピリついているというか、緊張の色がもう会場練習から出てきているのでね、みんな黙々とやっているっていう感じなんですけど、マスターズ大会笑顔がねやっぱり多く見られたかなと、会場練習からそんな感じがありました。しっかりと、下半身、体幹、上半身とトレーニングを加えていって体を作ってから種目練習入っていきます。まずは平行棒のアップからです。平行棒ね、タンマがね少なすぎてね、なんかもう平行棒カサカサしてましたね。結構これ選手にとっては死活問題なんですよね。まあ、だいたい種目練習する時間が1時間くらいしかなかったので、1本アップをやって、1本同士やるところはやって、やらないところは器具の確認でっていう感じでいきました。平行棒は1本同士しましたね。これがアップです。平行棒は、器具によって全然跳ね返り方とかも違うので、この会場練習を念入りにすることが大事になってきます。次は通しですね。通しはゆっくりとちょっと見てください。大丈夫大丈夫。はい、なんとか無事に終わりましたね。Dツイストの後がちょっとよろめいちゃったんですけど、そこは、2日目の会場練習で修正して試合に臨みたいと思います。次はあん馬ですね。あん馬はなんといっても今回最終種目になっています。しかもトップバッターになっていますので、緊張はすると思うんですけど、そこも考えながら、イメージしながら会場練習を行いました。で、特にあん馬、跳馬、つり輪が鬼門となると思います。あん馬のウーゴニアンがちょっとだけね、特集会いる時から少しうまくいっていなかったので、そこ乗り越えられるかどうかが大事になってきます。それではあん馬の通しです。この時にちょうど5時からの体操の体験会があって、子どもたちがたくさん入ってきていたので、まあ、観客が入っていると思って、子どもたちの声を聞きながら実際の試合をイメージしてあん馬を通しました。それではどうぞ。
はい、アンバ無事に通りました、思わずガッツポーズが出ちゃいましたね、子供たちに手を振るというファンサービスもね欠かせないということで、子供たちは見てなかったんですけどね、僕の方、アンバはやっぱりロシアの80度のところでちょっとだけ手が遅れちゃって落ちそうになったんですけど、うまく耐えれてたと思います。次は鉄棒の練習に入っていきます。僕の得意技のチェコ式車輪からまずはアップをやっていきます。チェコ式車輪今日もいい感じだなと思ったんですけど、少し上げるところが早くて逆に戻ってしまって、これを本番でやってしまうと減点になってしまいます。まあアップですので、次通し練習やるときはそこ修正していきたいと思います。次にやるのはコールマンです。会場では絶対にやる技ですね。これは本番の3分アップでもやる技ですので、しっかり確認していきたいと思います。離れ技は器具の違いによって全然出てくる場所とかも違うので、毎回会場が変わると確認しますね。コールマンもいい感じだなと思ったんですけど、少しだけ、バーが硬いように感じて、ワイヤーが硬かったのかな、少しだけ全体的に速くなって上に飛んでしまったので、そこを修正して通しに行けるかということで、ちょっと通しを見てください。どうぞ。いっとけという掛け声のもと、最後の着地まで行きました。鉄棒は着地止まらなかったこと以外は結構良かったんじゃないかなと思います。まあ細かいこと言えば、コールマンの後の車輪で少しだけ停滞してしまったところとか、肘が少したるんだところとかもあるんですけど、だいたい OK だと思います。鉄棒は得意種目ですので、個人総合もですけど鉄棒も優勝を目指したいなと思います。会場が沸くような演技がしたいですね。はい、それでは次は釣り輪のアップに入っていきます。釣り輪はね、絶対1本目この基本のスイングをするんですけどね、やっぱり基本は大事だなということで、特にね会場変わった時とか環境が違う時に基本練習からやって、いつもと何が違うのかを確かめるようにしています。釣り輪はね通し練習は行いません。通し練習をするのは、平行棒とあん馬と鉄棒だけと決めていましたので、釣り輪、床、跳馬は器具合わせの時間にしたいと思います。で、釣り輪は特に折り技を現役の頃にやってなかったは折り技をやっているので、しっかりと成功させれるように会場練習から合わせていっています。でも少しだけまだ着地まで収まりきってないところが課題だと思うので、そこを解消して試合に臨みたいと思います。はい、そしたら次は跳馬ですね。跳馬が一番怖い種目ということでね、今回ユルチェンコ2回ひねりという大技を挑戦するんですけど、この技なんと1年前の引退試合でも使った技で、ここだけに関しては現役の頃と変わらないということで、とっても怖いんですけど、そんな自分と戦いながら今回挑戦していきます。そして最後は床ですね。床はね、これも現役時代にやったことがない4連続技というのにチャレンジします。現役の頃は2連続までしかやってないので、単純に言えば倍ですね。倍1つのコースでやるってすごくないですかと思うんですけど、まあ、やってる技はちょっと難度低いので、まあ、今回はおしゃれに、かつ見ている人が楽しめるような構成にしてみました。で、なんといっても僕着地が得意ですので、着地をしっかりと止めていきたいなど、床は一番着地が多い種目なので、そこがビタビタと止まっていくと、見てる方もやってる方も気持ちいいので、着地をしっかりと止めて、試合も止めたいなと思います。で、3回ひねりはちょっとだけ着地が止まらなかったので、もう1本修正練習をしました。やっぱりダメなところをダメなままで残さないっていうことが大事かなと思います。完璧な準備をして
試合に臨んで、多くの子どもたちに、いろんな人に感動と来てよかったな、あんな風になりたいなと思ってもらえるような試合にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。